いや、ていうか、まあ、あの、みんな、あの、みんな尖ってました、昔は、ある程度。僕、二十歳ぐらいの時に、インターネット発達してなくてよかったなって、マジで思ったもん。鉄拳税、マジやばい。昔。そう、あの、配信で本当にできない話、ガチであるからね、鉄拳。あ、ていうか、配信で言ってる落語は、全部言える部類の話、です。 だって、うちのゲーセン、キャノンショットっていうゲーセンやったんですけど、リアルファイト、鉄拳と KOF 多すぎて、鉄拳と KOF の横から、あの、ゴミ箱撤去されましたからね。リアルファイト始まるときって、絶対ゴミ箱蹴っ飛ばされるんですよ。ゴングなんですよ、あれ、ゴング。あの、あったでしょ、筐体横にゲーセンの、あの、ゴミ箱あったでしょ。なんか、そこそこでかいゴミ箱。ペールペールって言うんかな、あれ。ぜっ あれおもくってから始まるんですよリアルファイトって。リアルファイトってマジのあ、そうそうです。喧嘩、喧嘩。だから、ゲーセンって昔、ほんまに喧嘩多かったんですよ。本当に。そに。だからねあの、親御さんとかが、ゲーセンなんか行ったらあかんっていうのも、まあ、当たり前の話ですね。あのね、喧嘩の理由って結構まちまちなんですけど、理不尽系とナメプ、どっちかが多かったっす。あの、理不尽系は、その、負けて、 単純にムカついたとか、まあ、ーパーされてムカついたとかが多かった。普通にゲーム内でも何も悪いことしてないのに。で、もう一個は、その、ナメプする。ナメプして絡まれるっていうのもあった。うん。あの時ね、だからエーパーはね、結構ね、あの、読み合いやったんですよね。ヤンキーにエーパーやるかどうかっていう読み合いあったんですよ、昔のゲーセン。昔って、ヤンキーにエーパーすると絡まれるから、 エーパーが絶対最大効率なんですけど、読み合いあったんですよ、昔。うわ、これどうしよう。こいつにエーパーやったら多分こっち来るよな、みたいな。あったんですよ。あ補正切りセーフなんですけど、あのー、あれなんですよ。ヤンキーの判断基準わかんないんですよ。ヤンキーがどこで切れるかわかんないんですよ。だから対戦してるヤンキーが、補正切り嫌いなやつやったら、補正切りした瞬間、バーンって台パンされて、 今の何出てくるんですよ。ははは。補正切りしただけで、補正切りが嫌いなヤンキーやったら、こっち来て、今の何出てくるんですよ。え今の何もクソもんみたいな。ははは。そう、だから昔、だからこれ、あの、あったのが、僕が鉄拳の時あったのが、えっとね、鉄拳6やってて、鉄拳って、 1>, 1段、2段、3段、4段、えー、っとね、師範が5段、回伝が6段、秘縁7段、画廊8段、えー、っと、猛虎9段、飛龍10段、そう。で、合剣11、狂剣12、魔剣13、えー、っと、滅剣14みたいな。で、修羅が15段で、その、もう修羅なったら一丁前みたいな感じだったんですよ。修羅なったら、 あ、中級者ですね、おめでとう、みたいな。15段になったら、感じやって。で、僕、あの、地元のゲーセンで、マジで、もうなんか、全身入れ墨入ってる、軍、集団がいて、4人ぐらい。タトゥー勢がいて、長袖で、もうあの、入れ墨入ってるんですよ。めっちゃ怖くて、見た目。でも、ゲームやってる時は、すげえいい人なんですよ。まあ、喋ったことないけどね。 喋ったことないけど、まあ、顔見知りぐらい。あ、今日もおるなぐらいの感じ。で、僕、メッケンやったんですよ。メッケンやって、相手のタトゥーの人をメッケン持ってて、まあ、サブなんですけど、サブのメッケン入ってきたんですよ。多分、実際メインはもっと高くて、段位。で、僕、シュラ、どうしても踏みたかったから、むちゃくちゃ勝ちに行ったんですよ。あのね、もう、しゃがまんの分かってたから、もう、奈落行きまくって、 昇格光ってたんですよ、僕。やばい。この昇格戦、絶対勝ちたいと思ったから、僕、もう、奈落行きまくって、あの、3ラウンド、10割、10割、10割で30割体力あるとしたら、マジで、奈落だけで26割ぐらい減らしたんちゃうかってくらい、奈落だけで倒したんですよ。奈落だけで勝って、で、シュラに昇格ってなって、 やった、白上がったと思ったら、向こう側から、ザッてきて、終わったーっつって、さすがに奈良く二26割はやっておったわ終わったーって、思ってたら、向こうの、その、ちゃんと喋ったことないんですよ。ちゃんと喋ったことないけど、お互い、ちょっと顔見知りぐらいの、兄ちゃんが、お、白初めてやろおめでとうって言ってきてくれて、わーってなった。やばくない ああ、修初めてやろ、自分。よかったなぁ、みたいな感じで言ってくれて、終わり。いや、あれは感動した。おめでとう、拳じゃなかった。違う、違う。<laughs> いや、で、まああの、そっからね、その、長袖の人とかも結構喋るようになって、ゴリゴリの見た目の人でも、やっぱゲームの話し,してるとね、あの、すげえ普通なんですよ。てか、あの、やっぱ趣味を通じて知り合った、趣味で繋がっ てつながりってすごい強いなと思いましただから本当に僕みたいな感じのゲームやるだけのやつともうそういう見た目ゴリゴリの人がなんか普通にゲームの話とかもするしそんだけ仲良くなれるっていうかまあ、鉄拳を通じてあのー、楽しめるっていうのがまあ、やっぱいいなって思いましたそうゲーム強けりゃねオタクやろうがヤンキーやろうが関係ないっていうのがゲーセンですからね そう。で、やっぱね、ゲーセンはね、あのー、なんかすごいいろんな人が集まるから面白い。医者もいるし、ほんまに、こいつどうやって生活してんねんみたいなやつもいるし、先生もおるし、本当にいろんな人種、人間がいましたね。あのね、ナンパ、ゲーセンのナンパはね、僕ちょっと一個エピソードあるんですよ。あのー、 僕、ゲーセンで働いとって、まあ、プライズその、だ UFO キャッチャーとかの、えっ、ー、とね、フロアの定員もやってたんですよ。で、あの、兄ちゃんこれ置き直してとか、どうやって撮んのこれもうちょっと寄せてとか、とかまあ、景品の補充したりとかね、そういう、あのー、対応をしてたんですけど、大体、それ UFO キャッチャーとプリクラコーナーって併設してあるんですよ。大体。併設してあって、で、プリクラコーナーって、大体女の子、じゃ、男だけでいけないんですよ。 カップルオッケー女の子女の子オッケー男だけで行くのアウトって。で、なんでかって言ったら、それナンパ目的でプリクラゾーンに入るやつがいるから、それを防止するために、ハウスルールで、男だけでプリクラのとこ行くのやめてねっていうのを設けてたんですね。でも貼ってあるし。で、なんか女の子、JK、制服の JK 二人が、なんかキャッキャ言うて、なんかスティッチの着ぐるみか、ぬいぐるみかなんか忘れたけど、なんかスティッチのなんかを取ろうとしてたんですよ。で、 え全然取れへんとか言って、まあ、プリクラ取りに行くじゃないですかその JK2 人で本だらなんか、まあ、まあヤンキーとまでは言わんけどなんかチャラいやつら2人がその JK がやってたスティッチをこうやりに行ってこうやって取ってたんですよ必死にで結構お金使ってたから僕もこれ欲しいみたいな感じで行くじゃないですか熱うなっとるねみたいな感じで行くじゃないですか ガチ取るねみたいな。で、あ、そうなんですよ。ちょっと、これ、欲しいんで、なんか、ちょっともうちょっとどうにかみたいな。いや、それで、これ、接着なんですよ。接着って普通なんですよ。結構お金使ってるお客さんいたら、あの、なんかい、いけます大丈夫ですかみたいな。言うのって普通なんですよ。プライズ店員って。で、いや、今日これ欲しいんで、ちょ、マジで、あのー、ちょっと取りたいんですけど、みたいな感じで、まあ、じゃあ、ちょっと寄せようか、みたいな感じで、シュひシュゅシュ,ュって寄せて、で、結構使ってたんですよ。その子ら。 チャラ、チャラを、チャラを AB。多分ね、3000円ぐらい使ったんよ、多分。多分3000円ぐらい使って、ようやく取ったんよ。よっしゃ、取ったみたいな。ありがとう、店員さんみたいな感じで、言われて、はい、なるやん。で、ほんだら、その、スティッチを、持って、プリクラコーナーに行ったんですよ。そいつら。なんで、スティッチを、取ろうかと思ってたって、ナンパの道具に使うためにスティッチガチってたんですよ、そいつら。 で、行って、その JK2 人と、その、スティッチ、こうやって持って、いやー、これ、みたいな感じで言ってるんですよ。で、そこへ、俺、カットインして、あ、ちょっと待って、っつって。あの、ちょっとこれ、わかるあの、これ、うち、ナンパ禁しなんやけど、って。あの、ちょっと、ナンパナンパやんなって。え、ナンパやんなって。男に聞いたら、いやいや、ちゃいますよ、みたいな。知り合い、知り合い、知り合いっすよ、っつって。で、女の子の方に、え、知り合いなん、自分らって聞いたら、知らーんって言ってて、ガーンって。 チャラオが顔して <laughs>。終わ、終わった。で、JK 帰って、でチャラオもどっか行っててんけど、チャラオ、あの3000円のスティッチ、どうしてんやろうって、未だに俺は思ってる <laughs>。いや、あれはね、気持ちわかるけど、こっちは止めやなあかんねんなっていう。うん。気持ちわかるけど、 それは俺止めやなあかんねんな、あかんのよっていう感じでした。